子供の情景作品15は、ロベルト・シューマンが作曲したピアノ曲の代表作の一つ。特に第七曲、トロイメダイは名高い。シューマン作曲は1838年に着手され、曲の大部分は1838年2月から3月にかけて作られ、全曲の完成は4月まで要した。同年の3月19日に、クララへ宛てた手紙の中で、 時々あなたは子供に思えますという言葉の余韻の中で作曲に至ったという。そして、シューマンは30曲ほど作った商品の中から12曲を選び出して子供の情景と名付けたという。シューマンの日記によると、トロイメライが2月24日に十分に幸せが3月11日にそれぞれ作曲されている。 なお13番目に作られた曲がどれなのかは不明である。出版は1839年2月に、ライプツヒのブライトコプフンとヘルテル社より。シューマンは作品の完成後に、ブライトコプフ社に楽譜を送付して、出版を望んだが、理由は不明だが、大きく遅れてしまい、最速の末に、翌年の2月になって初版が出版された。この曲は、 フランツリストを感動させた。彼は、この曲のおかげで私は、生涯最大の喜びを味わうことができたと、シューマニへの手紙に書き、週に2、3回は、娘のために弾いていると明かしている。この曲は娘を夢中にさせますし、またそれ以上に私もこの曲に、夢中なのです。というわけで私は、しばしば第1曲を20回も弾かされて、ちっとも先に進みません。 シューマンは後に、子供のためのアルバム作品68や、子供のための3つのピアノソナタ作品118などの、子供の学習用のピアノ曲を作曲している。しかし作曲者本人の語るところによると、子供の情景はそれらの作品とは異なる。子供心を描いた、大人のための作品である。全十三曲からなり、表題がそれぞれ付けられている。演奏時間は、 約18分、見知らぬ国と人々について、ありがとうございます。